嗅いでとかよくわからない会話がね組み広げられてました。ないでしょ、だってこの先輩静かに、こういう生活もね、もしかしたら大の字で寝るな、この家で気持ちいい。うちに今何が起きてるかっていうと、我が家何もなさすぎて床に父様が死んでます。大の字で死んでる